もう一つ大変有名な作品がこの人にあって、それがこの死の舞踏っていう木版画のシリーズなんですよ。死の舞踏はどういうメッセージというか、ものによってはですよ、ペスト患者が入っている病院にこれが書かれているわけですよ。ハンス・オールドワインという人はこういう数々の、有名人物の肖像画だけじゃなくて、もう一つ大変有名な作品がこの人にあって、それがこの死の舞踏っていう木版画のシリーズなんですよ。これ当時大ヒットしたの、大ベストセラーになって、これは今このデア・ビショフって書いてあるんですけど、ビショフって英語でビショップね、教会の司教、これをドクロが連れて行ってますでしょ、シリーズでこれいっぱいあるんですよ。でいろんな職業の人がドクロに連れてかれてる絵なんですよ。でこれは結局職業図鑑にもなってるのね、当時のどんな職業の人もみんなドクロに連れてかれるっていうやつで、この死の舞踏っていうね、このテーマ自体は古くからある、ペストが流行した頃からある伝統的な画題なんだよ。だけどこのホルバインのこの死の舞踏が特に大ヒットしたんだよね。それはちょっとその職業図鑑的な意味もあったっていう。このコピーめちゃくちゃできて、これを使った文字のフォントとかまで、格子のフォントとかまで作られてるぐらいヒットしたんだよね。だからもともとこの人メメントモリ、ドクロを描くのは大層得意な画家なんですよ。死の舞踏はどういうメッセージというか、ものによってはですよ、ペスト患者が入ってる病院にこれが書かれてるわけですよ。でどういうことだって話じゃないですか、日本人の感覚からすると。今ペストであれしてる人の病院にね、こう誰も彼もがね、骸骨に連れてかれるね、絵描くってね、どういう感性なんだよって思うでしょ。ただそれが違うんですよ。これの一つのポイントは、誰もが死ぬんですよ。つまり死って平等なんですよ。で当時のその身分制度とかね、階級社会じゃないですか。この階級社会の中にあっては、それはある種の救いでもあるわけ。やっぱり自分が低い階級だからとか、自分が貧しいから死ななきゃいけないんだって思うことは結構人にとって辛いよ。あいつらは元気に生きてるのに、なぜ俺だけ死ななきゃいけないんだっていうのが一番辛いじゃん。だから病気になった時にさ、みんな一番思うのがさ、どうして私だけがってことでしょ、なぜ私なのっていうことを一番思うじゃない。それに対して、いやあなただけじゃないと、全部死ぬんだと。金持ちだろうが、ローマ法王だろうが、王様だろうが、みんな死ぬよと。苦しんでる人たちにとっては逆に救いでの意味も持つんだよね。だからこれがヒットしたのはそういうことも理由としてあるんじゃないかなと思いますね。だからまさにこれはその両方をね、ヘンリー8世の宮廷に来た大使たち、そしてこのメメントモリ、死を思えの要素を書いたということで、そういう意味でもこれホルバインの代表作と言っていい作品ですね。それをこう隠しドクロで書いたっていうのは、一つにはこれヘンリー8世が頼んでんじゃない、自分の宮廷画家に、フランスから来た大使たちに、うちにはこんなすごい画家いるぞっていう。でホルバインとしてもちょっとビビらしたのかみたいなフランスにこんなの描ける画家いないだろうみたいな、そういうそれもあったでしょう。それからもしかしたら、あんまり露骨に描くのもね、なんか暗殺しようと思われてても困るからみたいな、講師たちに対する忖度もあったでしょう。でもしかしたらよ、この死っていうものはね、わからないうちに忍び寄ってるんだよっていう。君たちはこうね、日頃気がつかないかもしれないけどね、こうやって見方を変えてみるとね、あ、死が忍び寄ってるって、そういうことも含めたのかもしれない。いずれにせよ、だからその技術の誇示、忖度、あるいは死は目に見えないところにあるっていう、教えかもしれない。そういう意味でこのアナモルフォーシスでドクロを描いたっていう、大変な名作なんですよ。でもうメメントモリとかね、もうね、ドクロとかね、不気味だとかね、死は気持ち悪いとかすぐ言うじゃない。だけどさ、世の中さ、光しかなかったらさ、光は見えなくなるんだよ。逆に闇があるから光が光としてなるわけじゃん。光のありがたさが分かるわけじゃん。今はさ、死をあんまりにも遠ざけすぎちゃって、逆に生の意味がさ、希薄になっちゃってると思うんだよね。だから逆に今こういうコロナ禍の中でさ、どうしようっていう時にこそ、やっぱりこの メメントモリの教えですよ。メメントモリはこう、みんな死ぬと。でもだからって絶望するんじゃないんだよと。だからカルペディエム、今日を精一杯生きようっていうね、
ことなんですよ。目に見えないところに今まさにこう死が迫っている今のこのコロナ禍の状況の中でこそ今を精一杯生きようじゃないかっていうね、まさにこれ今見るにタイムリーな名作だと思いますね。はい、というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。